こちらのサニーコートで埋もれたこのベッド上げ用は今から軽トラに乗せたいと思います。はい、やっと姿を現しましたね。豆トラですね。さあチョークを閉じて一発でかかるでしょうか。せーの、かかった、かかりましたね。戻す、完璧です。はい、補充用のガソリンとポンプ、忘れがちのポンプ持ちました。はい、カバーをかぶせて完璧ですね。これで心身向かいます。ピヨちゃん、また脱走してたんだって。ダメだよ本当に、脱走しちゃうと出れなくなっちゃうよ本当に。てかどっから出てるのピヨちゃん。完全になんかもうこんな完全要塞みたいになってるけど、どっから出てるの。教えてくれないかなピヨちゃん、そこ塞ぐからさ。そしたらまた出してもらえるよ。あれ、いけない、家のことしてたらこんな時間に出発します。さすがです、お盆でもお店開いてますよ。年中無休です。罰ゲーム的な感じで店長いますよね多分、いなかったらどうしよう。丸屋根の詳しい土壌診断結果が出ましたね。これがまあ CEC とか腐食とか、まあ腐食はないと。で pH5.13、4.54 でずっと下行って、まあ苦度も狩りも石灰も過剰ですが、特に狩りが多いと。でここですね、硝酸体窒素、まあ 3g ぐらいあればいいところが30倍の100 あると。2C もそうですね、 0.3 ぐらいのところが 2.43。 すごい強烈な感じになってますね。一応それでこれが施肥設計、 CEC を高めるためのエイジンフミン、腐食高めるためのベージフレンドと駆動石灰の粒をまあ多めに8体入れるっていうような形になってますね。今日は店長は罰ゲームじゃなかったですね。店長いなかったっすよ。はい、そしてお土産にですね、この板倉きゅうりのまあ心身のパート3教育用の資料みたいなのをどっさりいただきましたね。まあ、その中に実はあのこちら私のシャタ2号動画の画像が使われているという、まあ、そういうオチですね。おっとこんな時間、丸屋に急ぎます。はい、こちら軽トラから下ろしますね。はい、丸屋ですね。管理機豆トラ持ってきましたんで、あそこですね、あそこからとりあえずぐるぐるぐるとやっていきたいと思います。レッツゴー、エンジンスタート。この前のタイヤは何ていうんですかね、補助輪、まあ深さを決めるタイヤですね。それはこのぐらい、どのぐらいだ、結構20センチぐらい入り込むぐらいの高さまでこれ上げちゃってですね、はい、ゴリゴリとベッド上げていきたいと思います。こうですね、はい。まあこれ初めてなんで、とりあえず様子見でやります。はい、ずーっととりあえずこちらまで来ましたんで、次はここ上がってきてこのセンターですね、センターに合わせてまっすぐ向こうに行きます。中でやります。そしてスタート時には跳ね返りが怖いので横に立ってやってください。はい、中央終わりましたね。そしてこのベッターバーが、はい、中心70で、まあ、あのぐらい飛び出して135、肩のこの辺ですね、ちょうどいい感じですね。よかった、時刻は6時2分ですね。プルプシプシ2号です。6時までやれるだけやって帰ろうと思います。はい、本日は皆さんお疲れ様でした。気をつけてお帰りになってください。サクッとまあ明日
そしてですね、2回入ろうと思ったんですけど1回で大丈夫そうなんで、はい、今回はとりあえず1回ベッド上げでやってみたいと思います。はい、最初はピーヨピーヨじゃんけんチョキ、じゃあまた。今回初めてやって感じたことはですね、結構泥がサラサラしてますんで、力で押し込めばかなり下まで押し込むことができますね。はい、角屋根とはちょっと違いますね、勝手が。右と左、左の方が明らかにベッド幅が細くなっちゃいましたね。135だからここだとかなり飛び出しちゃいますね。まあいっか。今日はここまで。その原因はですね、このセンター、はい、わかりますかね、このセンターです。センターの位置が合ってませんね。以上です。あら、またバレちゃったね、ピューちゃん。寝る時間だよ、ピューちゃん。はい、うん、今日はね、脱走テクニックがバレちゃったね。はい、出ろ出ろ。ピューはどうやらこっからですね、このこれ飛び乗っちゃって出てたらしいですね。だから親父が来ないようにペットボトルと直管パイプを設置したことで、多分ここもやらないとダメだと思うんですけどね、逃げなくなったということでした。そもそもあんなしっかりやらずにこういう状態で固定できれば逃げなかったんですよ。ピオ飯、煮干しが切れちゃいました。ごめんなさい。よし、ピオちゃん今日もお疲れ様でしたね。うん、さっきミミズ食べてたね。よかったね、ピューちゃん。その餌食べれば卵産めるんだよ、ピューちゃん。明日も頑張りましょう。おう。